はい、えー、それです。今回は三農工業の沢北、英二がもしも神奈川の高校に進学していたら、あというのを考察してみようと思います。ただ、この沢北英二、神奈川説は実は絶対に可能性がなかったというわけではないというところからあ説明していこうと思います。 はい、この沢北栄二ですが、どうやら山王工業からスカウトを受けて入学しています。そして、この山王工業、おそらく全寮制になります。というのも、川田正史などは結構鉛が強いのに対し、沢北栄二に関しては一切鉛がありません。なので、まあ、沢北栄二の出身地としては、東京、神奈川以外の関東近辺が怪しいなと思っています。 というのも、まあ、あまり遠くの高校へ進学させるのもどうかと思いますし、鉛の薄い地区といえば、まあ、関東近辺が怪しいのかと思います。あと、東京と神奈川でないというのは、東京出身の仙道が全国単位で勝てなかった男として沢北を挙げているところから、おそらく沢北は東京出身ではないと思われます。そして、あと、スラムダンクの舞台である神奈川が出身というのはないと思います。 というところで、埼玉、千葉、その辺が、まあ、有力候補なんじゃないかなと思います。そして、それならば、神奈川のバスケの強豪校、海南大付属、両南、昭洋、この辺からスカウトの声がかかってても、全然おかしくないと思います。ただ、昭北の場合は、公立高校なので、スカウトの可能性はありませんので、残りの3校で、ちょっと考えてみようと思います。はい、えー、まずは、海南大付属から。 沢北がが年年生生で入学した時牧とということになりますそして、原作では、この年、海南大付属は、インターハイで全国ベスト4になっています。そして、その、インターハイの準決勝で敗れた相手が、まさに、三能工業になります。そして、さらに、原作では、この時、 一年生ながらすでに沢北は三能工業のエースでした。そのスーパーエースの沢北が三能工業から海南に移ったということになります。とはいえこの時海南大付属は三能工業相手に30点差で大敗しています。そうこの30点差が沢北一人三能から海南に移動しただけで覆えるのかどうかを考察してみたいと思います。 えまず、当時の海南大付属ですが、ポイントガードに巻きそしてスカウトで獲得した沢北をスモールフォワードに入れます。あと、情報があるのは、この選手、えー、4の背番号をつけていることから、この年の海南大付属のキャプテンと思われます。 そして、毎度ながら、イメージしやすいように、仮面をつけさせてもらっています。去年の海南大付属のキャプテン、仮名で、可能と呼ばせてもらいます。はい、この可能ですが、沢北とマッチアップしているところや、まあ、背格好から、スコアラータイプの選手じゃないかと予想してみます。イメージ的には、内へ切り込む巻、外からの加納、こんなチームを想像してみましょう。 あと、残るインサイドのプレイヤーですが、この描写で、えー、赤木が口にしていることを参考に考えると、去年の階段大付属は、キが3年の時よりも平均身長が高いチームということがわかります。なので、武藤高砂よりも高さのある選手がパワーフォワード、センターにいたと想像できます。なので、ここもちょっとあの、イメージしやすいように、仮想キャラクターとしてちょっと代役を立てようと思います。 パワーフォワードに代役として高身長の商用の高のイメージしやすいように入れておきましょう。センターには同じく商用の花形を置いてみようと思います。はい、イメージ的にはこんな感じのラインナップなんじゃないのかと思います。 はい。そして、ここに、沢北をスカウトで引き入れた場合、昨年の仮想海南大付属ということになります。こうやって見るとかなり強い感じがします。これなら、もしかして山王とかなりいい勝負になるんじゃないのかと思います。そして、その年の山王工業の情報ですが、この年、沢北込みですが、このインターハイを制して日本一の高校になっています。 そして、三能工業でスタメンで分かっているのは、2年生の時の深津と川田正史がいるということです。そして、川田正史がこの時もセンターをしているようです。ということは、3年生の時でも194センチの川田正史。そして、2年生の時はもちろんそれよりも身長は低い。ということは、この年の三能工業は、チーム全体としても決して大きいチームじゃないと思われます。 はい、えー、昨年の三納工業で分かるところはこんな感じです。さて、えー、この海南と三の澤北の移動で果たして試合結果に違いが出てくるのでしょうか 冒頭で説明したように昨年の最終スコアは83対とと点差となっています最終スコアだけ見れば乾杯階段は歯が立たなかったと思うかもしれませんがその前に出ている描写を巻き戻して見てみると後半残り4分13秒のところでは79対89と残り5分を切ったところまでは10点差と結構しがみついています。 しかし、ここから一気に4分ちょっとの間に30点差にされています。この4分の間に何かが、心が折れてしまう何か、もしかしたら終盤の勝負どころで、山王工業の殿下の方とゾーンプレスが発動されたのかもしれません。 ただ、この海南の方から考えてみると、残り時間4分のところまで10点差で食らいついているということは、三能と海南の自力の差に決定的な大きな差はなかったのかもしれません。そう考えると、沢北を三能から海南に移すことは、勝敗的にかなり危ないことなんじゃないかと思います。そうですね、僕は海南大付属が沢北を引き入れることによって、三能を倒せるチームになると思います。 そして、海南は、その勢いで、このインターハイを制する。なんと、海南が、末期2年、沢北1年の段階で、夏のインターハイを制するんじゃないのかと予想します。そして、さらに、海南は、 次の年も、マキは3年、沢北は2年、さらに、ジンが2年に加わり、完全な黄金時代に突入します。はい、えー、こんな感じで、海南大付属に関しては、えー、沢北を獲得することにより、ここまで飛躍すると考察します。はい、続いては、両南。もし、両、えー、南の田岡監督が沢北のスカウトに成功していたら、この年なんと、仙道と沢北が一遍に入学してくることになります。 一年生に沢北と仙道が入ってきたら、まあ本当に大変なことなんですけども、ちょっとこの年は飛ばして考えてみようと思います。はい。仙道、沢北が2年になったところから考えてみようと思います。はい。センターは2メーターのキャプテン、ウォズミ君。そしてエーススコアラーは、やはりスモールフォワードに沢北、エイジ。ということは、仙道を完全にポイントガードとしてゲームメイクに専念させたいと思います。そして、この 先導をサポートする形でこういうことにしましょう。えー、最後にパワーフォワードは、えー、オフェンスを強化したい場合は福田でディフェンスを強化したい場合はあ池上というような布陣です、はいえー。この戦力、えー、スターティングメンバーあ冷静に見ても沢北が入ったことにより原作のお海南大不属のお戦力を上回ると思います。 もちろん、小北でも、このチームには勝つのは難しいと思います。となると、神奈川からインターハイに出場するのは、1位、両南。この沢北が入った両南が、1位の切符を手にすると思います。そして、2位の切符は、海南ではなく、小北が手にすると思います。 まあ、ここは、あの、しょうがないと思います。物語のメインの高校なんで、原作では、海南と昇北の試合の最後に花道がパスミスをしますけども、それがパスミスをしなかった、もしくは海南戦で、え途中、怪我をした赤木が怪我をすることなく、 あそのアクシデントがなく、湘北がインサイドで海南を押し切り、僅差で海南を倒して、インターハイの出場の切符は1位両南、2位が湘北と予想したいと思います。 では、この両南が全国ではどのくらいのところまで行くかというところなんですけども、組み合わせは原作の時のパターンでいくと、1位通過の両南は左ブロックの下の方、この位置になります。原作ではこの位置から海南が決勝まで勝ち進んだことから、両南も全国初挑戦ながらかなりのところまで勝ち進むと予想されます。 あと、もう一つの要因として、先ほどの両南のスターティングメンバー、連戦の過密スケジュールのトーナメントを勝ち抜くために、ガード、フォワード、センターとバランスよくリザーブが揃っています。ガードは上草と越野が、フォワードに関しては福田と池上、センターには菅平。 この辺がバランスよくリザーブにいることから、先導を温存したいときは、上草と小野でガード。沢北を休ませたいときは、池上福田。もしくは、先導にスモールファードに入ってもらうというようなこともできます。なので、この両南のラインナップは、このハードスケジュールのトーナメントでは非常に有利と言えると思います。 とはいえ、正直、この両南では、深津、川田、松本、延べ、この辺がいる王者三能工業には勝てないんじゃないのかなとも思います。しかし、そう、この王者三能工業は、このトーナメントでは、勝北に敗れてしまうのです。その事実は変わりません。そして、その勝北も、次戦、三回戦で、愛和学院に敗れます。ということは、 龍南の前に勝ち上がってくる高校はおそらく相和学院になると思われますそうなると相和学院 vs 沢北入りの龍南相和は、まあ、全国屈指の強豪校でありその実力の全貌は分かりませんがさすがにこの沢北入りの龍南にはかなわないと思いますこの沢北が加入した龍南を倒せる可能性があるとすればやはり山王工業ぐらいの力がいると思います、まあ、原作でも 海南大付属が決勝まででで、進んでいるので同じく両南もこの左側ブロックを制して決勝まで勝ち上がると予想します。そして、えー、実際右側のブロックはあまあこれスラムダンクの永遠の謎なんですけどもどのチームが勝ち上がってくるのかは明らかになっていません。 しかし、この右側のブロックを勝ち上がったチームが優勝したという設定になってます。では、その幻の全国制覇した高校と沢北入りの両乱、この決勝戦ということになると思います。はい、この決勝戦、このトーナメントを制するのは、はい、僕の考察では神奈川の両乱だと思います。理由としてなんですが、ルカワのこの言葉を思い出しました。 日本一の選手というのは、チームを日本一に導く選手。この言葉通り、日本一のプレイヤー、沢北がいる、両南が、やはり日本一になるんじゃないかと予想します。ただ、この日本一のプレイヤー、日本一のチームが、破れることがあるとすれば、固定観念にとれられない男が、奇跡的なチームに所属して、奇跡的な試合を行った時だと思います。はい。えー、ということで、海南に続いて、両南に、 佐が入学しても全国を制覇できる日本一になると考察してみましたはい、えー、続いては神奈川のもう一つの強豪校昭陽高校なんですけども、えー、そもそも原作の段階ででで監督不在であり運営が非常にずさんです、えー、現3年生の藤間が入学した時は同学年に花形などもいることからスカウトに力を入れてたと思われます。 しかし、次の学年は明確になっているキャラクターはガードの伊藤だけということから、スカウトにも明らかに力が入ってないように思われます。おそらくこの年くらいに、商用の首脳陣の中で何らかの変革があったんじゃないでしょうか。まあ、そういうことを考慮すると、そもそも商用が沢北をスカウトで獲得する可能性は非常に低いと思われます。 あと冒頭では言ったように北は効率なのででスカートはないでしょうその他他県も入れて沢北をスカウトできそうなチームを考えてみると森重弘氏を獲得した愛知の名宝工業おっちゃんの謎の引力。 まあ,あとアニメ版になりますけどもラグビー部から規格、えー、外の素材内藤をスカウトしたあ三浦大の「えー、村雨の話術」まあその辺がまあ多少なりとも可能性があるのかもしれませんなので、えー、まあ沢北が山王工業以外に進学する可能性があったのは海南両南あとまああってメホ工業まあほんの少し。 三浦大はい今回は山王工業以外に沢北英二が進学した場合を真剣に考えてみました僕のチャンネルではこんな感じで「スラムランクの原作ではなかったパターンなどを考察していますもし興味がある方はチャンネル登録して他の動画も是非見ていってください本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました